ルシアン・テニエールは、フランスを代表する、言語学者の一人。1893年フランスのモン・サンテ生まれ、ストラスブール大学、モンプリエ大学で教授を務め、スラブ語派に関する多くの論文と書物を発表したが、彼の言語学士における重要性は、依存文法として知られる、統語理論の構築にある。死後に出版された、エレメンツでシンタックス・ストラクチャラールで、 彼は多様な言語の例に基づいて、文の統合構造の洗練された、形式化を提案した。1954年、モンプリエにて死去。テニエールのモデルは、ステマと呼ばれる、語の間の文法的依存関係の図紙に基づいている。文において動詞は最も高いレベルの語とみなされ、保護の集合を支配する。保護はさらにそれぞれの保護を支配する。 ご主部と述部に分ける考え方と異なり、テニエールの理論では主語も動詞に従属する。この考えは、後の生成文法における、動詞区内主語仮説に似ている。さらに、構造統合論用説の最初の章では、表面的には見えない形式として、ビルヘルム・フォン・フンボルトの内的言語形式という概念を支持しており、生成文法における、 深層構造と表層構造の対比の先駆として見ることもできる。ありがとうございます。